吉谷さん、今日ね、くしくも2件別々の方からメッセージが来たんですけども、ほとんど同じ内容だったんですよ。で、それはどういうことかっていうと、まあ私と知り合ってね、速稼塾に出会って、今まで、なんかやろうと思ったんだけどなかなかできなかったと。で、私の動画ずっと見ていろいろ考えたんだけども、なんか振り返ってみたら何もできてなかったと。で、今の状況がそのまま続いちゃってるということなんですよね。で、効率がいい方法を探して探して探して、そして結局何もやってないというね、この効率のいい方法って何なんだろうなと思うんですけど、私はね、効率がいい方法を探し始めたらもうすでに効率が悪いと思ってるんですよ。効率がいい方法はそんなこと探さずにとりあえずスタートしてみるってことですよね。それが最も効率がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、やってみるとね、やっぱりいろいろと見つかるんですよね。そして見つけていただけるんですよ。これが全てだと思うんですよ。で、インターネットと限らないんですけども、商売っていうのは商品があって集客ができて、そしてその集客した人にセールスをする、この3つの要素が揃えばもうビジネス完成なんですよね。じゃあ今まで長い間私の放送を見ていて、そしていろんなね、お得情報をね、他では見れないようなものとか、もう全然、世の中に流通してない情報とか、そういったものを惜しげなく渡してきたけども、どうだったっていうことなんですよね。これでも未だに商品が作れてないし、集客のために発信してないし、コピーライティングの一つ、セールストークの一つ覚えようと思ったんだけども、最初の一歩を踏み出したことがなかったと。このままではずっとこのままなんですよね。で、そして人間には寿命ってものがあります。自分のならまだしも、周りの大切な人が死んでしまうんですよ。幸せの定義っていうのはね、人それぞれだと思うんですけども、男は辛いよっていうね、渥美清さんの映画の中にこんなセリフがあるんですよ。それは放浪を続ける寅さん、ね、男は辛いよの寅さん、主人公ですよね。寅さんがいて、寅さんは幸せに暮らしてるって言うんですよね。幸せにして暮らしているその寅さんを見ながら、甥っ子の三男くんっていうのは、少年の三男くんはね、こういうふうに考えるんですよ。確かにおじさんは幸せかもしれない。でもその姿を見て、僕のお母さんは、寅さんの妹ですよね、ものすごく心配してるんだよ。それは幸せなのかなっていうふうに言うんですよ。そうなんですよね。確かにね、自分はそれでいいかもしれないけども、家族はどうする、親兄弟はどうするというふうな、必要最低限の身近な人をそれで不幸にしてるんではないかなってことなんですよね。人の価値観は様々と切り離すことはできますけども、それはあくまでも縁の遠い人の話なんですよ。でも縁近い人がね、縁の近い人、親兄弟、そして自分を心配してくれる愛する人が、もしね、自分の今の姿を見て本当に心から心配してその人の幸せを奪ってるんだとしたら、多少はですね、周りの人の希望にも応えないといけないってところは残ります。これはゼロにはできません。だからなんですよ、私はホームレスでも構わないんですけども、私の家族はそれでいいのかなと。そして私の家族みんなでね、ホームレスでも不自由しないとしても、じゃあ私にね、娘さんを送り出してくれたその家族はどう思うかなっていうことを考えると、やっぱね、関わる人一人でも多く納得させてあげないといけないし、それも込みで自分の幸せがあるんじゃないかなと思うんですよ。だからね、これ本当に幸せの定義はそれぞれだっていうんだったら、だったらそのままでいいじゃんって話なんですよ。なんで豊かになろうとしてるんだ、なんで今の現状を変えようと思ってるんだ、幸せの定義はそれぞれなんでしょってことになっちゃうんですよね。だからやっぱりね、世のため、人のため、家族のため、誰かのため、親のため、子供のためっていう風なのは完全に排除できないくらい、ものすごく大事な問題なんですよね。自分の幸せの定義の中には、必ずそういった人たちをも幸せにするってことが含まれていて、それが一体となって幸せっていう形ができてるのかなと思うんですよね。だからやっぱりね、全部必要なんですよ、それは全部ね。でも一番最初にやらなければならないのは、とりあえず稼げるかってことなんですよ。稼ぐってことは人にお金を払わせるってことなんですよ。人にお金を払わして、払った人が豊かになり幸せになる、問題解決をする、それも込みでビジネスですからね。だからやっぱりこれ考えると本当キリがないんですけども、あまりにもね、ビジネスを無視してるっていうのは、この資本主義社会において無責任なんじゃないかなというふうに思うんですね。そして矢沢永吉さんのやっちゃえよってやつなんですけども、まさにそうですよね。やるかやらないかなんですよ。できるできないじゃないんですよ。やるかやらないかです。人生終わるときに後悔する、
なんか10個のことっていうのがあるみたいなんですけども、10個とか5個とか20個とかいろいろ言われますけども、必ず入ってるのが、ああ生きてるうちにやっとけばよかったってことらしいんですよ。挑戦して結果が得れるか得れないかっていうのはそんなこと問題じゃないと。生きてるうちになんであれに取り組まなかったんだと。そして精一杯それをやって、ダメならダメで、その結果をね、自分は見に行ってないってことが最大の効果だったらしいんですよ。私もね、後悔があるんですよ。小学生の頃、あまりにもね、恥ずかしくって、大好きなあの子に好きだと言えなかったんですよ。これほろ苦いですよね。今あの時に戻れたら、この今のね、私の気持ちを持ってしたら、勇気なんて簡単に出るんですよ。でそこでうまくいかなくて失敗しても、中学とか高校に進んだらケロッとしたもんですよね。まさにそこで告白しなかったことが一生尾を引くなんて、その未熟な私は考えてしまったんですよね。そんなこと誰も気にしないのにね。